じゃ、こんにちは。まあ、ちょっと動画で戦力外の動画がちょっと多くなってくる時期なんですけれども、はい、今日は DeNA、はい、の太田大志選手と楠本選手が来季戦力外構想ということで、まあそうだね、はい、共にまあ現役続行を目指すというふうなことは出ていたんですけれども、はい、まあ、太田大志はなんとなくそうじゃないかなっていう予想はついたな。それは例えばまあ今シーズン一度もまあ一度もなってないという、まあ、で外野、そうだな、外野がもう溢れてきちゃってるからな。そうですね。で、太田大志選手は34歳、はい、で楠本選手も外野手なんですが、まあ、29歳というところなんですけれども、ね、うん、まあ、楠本はちょっとびっくりしたわ、はい、うん、あ、もうクビなんだと思ってね。そうですね、まあ、バッティングが非常にいいけども、はい、まあ、やっぱ競争相手を考えると仕方ないっちゃ仕方ないのかなっていうね。まあ、今外野手争いがもう飽和状態というか。そうなんだよな。そこですよね。いや、だからクビになった方がありがたいっちゃありがたいよね、うん、そうですね、逆に考えると他フリーでいけるから。そうですよね、うん、で、太田選手日本ハムを自由契約となった2021年オフに DeNA に加入で、長打力のある右の外野手として2年間で通算137試合に出場して打率は2割4分5厘9本のホームランをマーク、ということで、今シーズンは3月のオープン戦で左ハムストリングを肉離れして開幕1軍を逃したんですけれども、16年目で初めて1軍出場がなかったという年になりました。やっぱね、うん、優秀だよ、うん、まあ、桑原が右でいる、海老名がいるみたいな、はい、そうなってくるとそんなにいらないもんね。もうそうなんですよね、うん、だからまあ仕方ないっちゃ仕方ないよな。ですよね。で、今シーズンは筒香選手も、はい、取りましたし、また若手も育ってきてるというところで、まあ、そうだな。で、梶原選手も、はい、成長もありますし、これ代打としても、まあ、筒香も取ったしな。はい、そうなんです、うん、代打としてもちょっとっていうところですかね。いや、そうやな、うん、だ、代打っていうことはあんまり考えてなかったかもな。それ本人もその監督コーチ陣も代打としても、まあ、代打のタイプではないような俺は気はするけどね、うん、で、太田ってやっぱこうある程度こう長丁場を出てって、はい、ポイントで働いてくれるっていう、うん、ピンポイントっていうのはなかなかこう大型の選手でリズムがつかみにくいだろうなっていう、まあ、ゲームに入っていくっていうのはさ、うん、はい、なかなか難しいだろうなと思うよね、うん、あの去年はやっぱり後半 CS 争いなどの時に、はい、この太田大志選手がヒーローインタビューでお立ち台で頑張りましょうとか、うん、行きましょうっていうその鼓舞する姿っていうのは非常にあったんですけど、やっぱり今年は一軍一回もやっぱりなかったっていうのは寂しいです、ね、まあ、まあ寂しいけど、うん、じゃあどこに入れるよっていう感じだよな、うん、もうそこはないです、ね、枠なかったろって、うん、開幕の時渡辺があれだけやってよ、はい、で渡辺でもこれでいけるみたいな、はい、そういう勢いになって、うん、で桑原とかも、もう使う道がなくてベンチに座っていて、そうなんですよ。でもなんか人が一かけ二かけしてきたら、はい、桑原が頑張りだしてよ、はい、そうなってきて、まあ、佐野がオースティンによって外野定着する、はい、まあ、だけど筒香が入ってきて、そうそう、そうなんです、佐野がちょっとポッと外れた時があって、はい、でもそれを危機感として、うん、佐野がバカバカ打ち出して、はい、その競争にじゃあ勝てるかっていうと、うん、ちょっと勝てないだろうなと思うよね。そうですね、まあ、で梶原が出てきたみたいな。そうなんですよ。で海老名もいるみたいな、はい、で関根選手ももちろんいますよね。関根ももちろんいる。ないですよね。いや、だから結構、まあ、ファームにも優秀な外野手っていうのはいるだろうし、はい、しょうがないよね、うん、そうなってくると、はい、まあその飽和状態のところもう何も手をつかずに置いとくっていうこともできないしさ、うん、だからもうこれはもう仕方ないだろうな。ですよね。あともう一人外野手楠本選手なんですけれども、はい、2017年にドラフト8位で入団、まあ、持ち前の打撃センスを武器に代打の切り札として存在感を示してきた、はい、しかし今シーズンここまでキャリア最少の18試合の出場にとどまった。イースタンリーグでは28日ロッテ戦で3打数2安打と42年ぶりの優勝に貢献したということで、はい、まあ、これはイースタンリーグなんですけれども、うん、楠本選手も
代打の切り札としてっていうところを、まあ、ファームが、ね、優勝したのは楠本とか太田とか、はい、ああいうベテランの力って大きかったと思う。そうですね、まあ、いやだから楠本っていうのはまだまだ力あるし、はい、まあ、太田ももちろんそうなんだけど、はい、楠本はまあ30手前でしょ、はい、守備はねそううまいとは言えないけども、バッティングに関してはさ、はい、もうそこそこやっぱこう状態が良ければ結果残してくれる選手だと思うし、はい、俺の中でも何試合かはインパクトに残ってる試合っていうのはあるしね、はい、やっぱバッティングだけだと俺使えると思うから、うん、他のチームでも多分活躍できると思うよ。で、共に現役続行ということなんですけども、もちろんそうだ、うん、そうなってくると例えば太田大志選手、楠本選手どういったけど、まあ、セリーグなのかパリーグなのかとか、まだまだ活躍できるチームと、まあもうそんなセリーグもパリーグもなく、うんうん、動いた方がいいな、うん、まあ、それと地域も選ばずに、はい、やった方がいいと思うし、うん、まあ、日本ハムはないな、両選手、両選手と、それはもうあそこの外野手に入るぐらいの選手は首切れないよ。日本ハムの外野手って言うと優秀だから、はい、2人とも外野手だからね、うんうん、だとすると太田大志選手はやっぱりスタメンから出て結果を残す、いやだから、まあ、楽天とか右がね不足してる外野手がみたいな、うん、まあ、伊藤幸也っていうのが活躍してね、はい、うん、ポジション取りそうだけども、まあでも取っとくといいかもわからないしね、うん、楠本選手は代打の切り札なんですか、それとも、いやいやまだまだ常時出してもいいような気はするけどね、はい、そうですよね、うん、まあ、それだけ体鍛えとかないとスタミナ不足で、はい、どうしたのみたいなことを言われるから、うん、まあ、相当鍛えなきゃいけないけどねこれからはね、はい、まあ、だけどそう、まあ、西武はね新しい人材で若手でやっていった方がいいと思うしな、これからの西武を支えるですよね、その3年後4年後を、まあ、そうだね、見てっていうところですよね、はいはいはい、まあ、難しいな、そうです、そうなんですよ、となると結構今年やっぱり各チーム戦力外になってる選手、ヤクルトもそうですけど多いので、そうなってくるとその多い分だけ他球団に先にいい選手を取られて、なかなかここまで選手がっていう、まあ、だけど去年のトライアウト、トライアウト見ても合格者っていうのはあんまりなかったでしょ、うん、はい、その前にもう契約を済ませるよね、そうですね、うん、だからまあそうなるといいなとは思うけどね、そうですね、楠本な、うん、どっかやっぱないかね、あの子ありそうな気するんですけどね、楠本選手だから本当に DeNA の外野がいるのでこうなってしまうっていう、そうだ、うん、で今いる戦力外にはならなかったけれども、選手たちもスタメンの確証っていうか保証は来シーズンないわけですもんね、まあ、広島なんか代打の切り札で、あ、切り札っていうか、はい、代打兼、まあ、外野手というような肩書きで取ってもいいけどね、うん、松山が不調だったでしょ、そう今年そうでしたね、松山選手、うん、だから代打に泣いたっていうこともあるんだよ、うん、そのための保険で、まあ、代打慣れしてる楠本とかね、はい、まあ、ひょっとしたらいいかもな、うん、そうですね、うんうん、でも多いからな、あそこ優秀な若手が多いからさ、また左バッターで多いよ、だそうなると、うん、そうか、いや厳しい、左と右の兼ね合いもチームによってありますもんね、台湾行くか、もちろんありますよね、その台湾とかもちろん、あと独立だったりとか、もうそしたらもうカメラ持って行きか言うて行けるかなみたいな、もちろん今そうやってね台湾であったりとか、うん、一回独立リーグ行ってからまた NPB にっていう方もいらっしゃる、ね、いやまあでも楠本の年齢だとちょっと無理だな、帰ってくるっていうのが、いやだからまあどっか本当は全力で探してね、うんうん、もう本当に1年でいいから見てくれみたいな、はい、まあ、スタイルで、まあ、ちょっとやってみてもな面白い、いい、まあ、でもバッティングは俺本当に大丈夫だと思うし、うん、あとはやっぱ守れなきゃダメだって言われるとアウトだけど、はい、いやだけどもう打つだけでいいんだったら、うん、まあでも普通には守れるからね、はい、うん、普通には守れる、はい、いや高いレベルを求められるとちょっとあれだけども、はい、うん、まあ、太田っていうのは高いレベルを求められても、はい、まあ、ある程度守備もできるし、うん、足あるし、そうですね、うん、まあ、パンチ力もあるしな、うん、ただ率っていうところがどうかっていうところだよね、あと年齢的なことっていうところですよね、まあ、太田大志選手は、うん、まあまあ厳しいけども、はい、まあ、だけど捨てる神あれば拾う神ありということで、うん、そうですね、どっかにチャンスは落ちてると思う、そのチャンスをまた掴んでほしいですね、まあ、そうですね、まあ、そこをこう襟好みしてたら、はい、
まあ、本当になくなるしね、うん、もう本当に一番最初に来てくれたところに頭を下げてよろしくお願いしますって言えるぐらいのスタンスで待っててほしいと思うけどな。そうですね、うん、まあまあ頑張ってほしいな。はい、はい、